2022年9月20日のイギリス国防省によるウクライナ戦況報告において、セバストポリ軍港を活動拠点としているロシア海軍黒海艦隊の潜水艦数隻を、クラスノダール軍港に退却させたことが判明したとの分析結果が示されたよ。セバストポリ軍港は、クリミア半島にある軍港だな。そして、クラスノダール軍港は、ロシア本土の黒海沿岸にある軍港だぜ。クリミア半島は2014年にロシアが一方的に併合したところだよね。あの頃からロシアのやり方は変わらないね。そうだね。さて今回は、ロシア海軍黒海艦隊の潜水艦がクリミア半島からロシア本土に退却したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。イギリス国防省によると、移動した潜水艦は黒海艦隊に配備されているキロ級通常動力型潜水艦とみられ、8月以降にクリミア半島において、航空基地や弾薬庫などのロシア軍施設が爆破されていることに関して、ウクライナ軍における長距離砲やミサイルによる攻撃能力の向上が見られると、ロシア軍が判断した可能性が高いと指摘されているんだって。さて、ノボロシースクは人口26万人ほどのロシア連邦南部の都市で、クラスノダール地方にある黒海沿岸の主要港で、黒海艦隊の基地としては1838年から利用されていたんだけど、旧ソ連時代の黒海艦隊の最大の母港はクリミア半島先端のセバストポリにあったものが、旧ソ連崩壊とともにセバストポリはウクライナ領となり、当初ロシアはウクライナにセバストポリ港の使用料を払っていたんだ。そのため2007年以降、黒海艦隊の新しい母港とすべく拡大建設が進められていたんだけど、2014年にロシアがクリミアを併合したことによってセバストポリが実質ロシア領となったために、新母港建設は中断されているとも伝えられていたよ。ロシア黒海艦隊は黒海艦隊に、巡航ミサイルが発射可能な海キロ級 636.6 型通常動力型潜水艦を6隻配備しており、黒海上からウクライナ本土に巡航ミサイル攻撃を受けていただけでなく、黒海を航行するウクライナ軍艦艇や貨物船にとって大きな脅威となっていたようだな。ロシア海軍のキロ級通常動力型潜水艦は、中国やインドなど海外に輸出もされているベストセラー潜水艦なんだけど、その中で海キロ級と呼ばれるタイプのうち、巡航ミサイルカリブルを魚雷発射管から水中発射可能なタイプは 636.6 型と呼ばれているよ。ちなみに、この 636.6 型の海キロ級通常動力潜水艦はロシア海軍の太平洋艦隊にも配属されていて、日本周辺でも数ヶ月前に巡航ミサイルの発射訓練が実施されていたことが報道されているぜ。日本とも無関係の潜水艦じゃないってことだね。この潜水艦から発射可能な巡航ミサイルは、ロシアのノバトール設計局が開発した巡航ミサイルファミリーのうちの一つで、固体ロケット燃料を使用する多段式ロケットエンジンを搭載した対地攻撃用で海面上を高度20メートル以下の超低空で飛翔して、敵のレーダー探知をかいくぐりながら管制誘導と電波式ホーミング誘導で目標を目指して、2000から2500メートルの射程距離を飛翔可能な巡航ミサイルとなっているよ。ロシア国内での正式名称は 3M54 カリブルとされ、地上攻撃用のみならず対艦、対潜水艦攻撃用のミサイルも存在するほか、発射可能なプラットフォームは陸上発射に対応するクラブ M、水上艦発射型のクラブ N、潜水艦発射型のクラブ S と多岐にわたっているんだ。なお、水上艦艇発射型は 3S14UKSK 垂直発射装置 VLS から発射されるが、潜水艦発射型のミサイルは 533mm 魚雷発射管から発射されるため、他のタイプも含めてその直径は基本的に全てが 533mm となっているぜ。黒海艦隊所属の海キロ級潜水艦は、一時は毎日のようにカリブルを発射してウクライナ南部や西部などを攻撃していたんだけど、ここ数ヶ月は比較的おとなしくしていたんだ。だけど、これにはカリブルの在庫の枯渇があると見られ、西側諸国からの制裁によってカリブルを製造する際に必要な半導体などの精密部品などを入手することができず、新規製造もままならない状況にあると言われているみたい。そこに来て、ウクライナ軍がセバストポリを様々な手段で攻撃し始めたため、今回の移動については、黒海艦隊において虎のことも言うべき海キロ級通常動力潜水艦を温存する動きに出たのではないかとの見方があり、このことはウクライナ軍がセバストポリを直接攻撃できるほどの長射程の重砲火ロケット弾、あるいはミサイルを運用するようになったことをロシア軍が認めたことにつながるとの指摘が出ているよ。もしその指摘が事実だとするならば、黒海艦隊が保有している潜水艦以外の水上艦艇もまた、ノボロシースクに移動させる必要があるが、それらの動向については何も伝わっておらず、
あるいはもっと以前にズミイヌイ島スネーク島が、ウクライナ軍に奪還された頃には移動していたのではないかとの見方もあるな。あるいは、黒海艦隊が保有していた潜水艦発射型のカリブルをすべて撃ち尽くし、本国からのミサイル補給が途絶えているため、安全な後方に移動させたのではないかと見る向きもあり、その真偽のほどは定かではないんだよね。ただいずれにしても、ロシア海軍は黒海の制海権を手中に収めるためにセバストポリ軍港が必要であり、そのために、表向きは親ロシア派の市民が多く、ロシアへの併合を望んでいるとして2014年に強引にセバストポリがあるクリミア半島を併合したんだけど、このような形でセバストポリが使用できなくなるとは思いもよらなかったに違いないんだ。また、潜水艦を待機させる前に、クリミア半島の航空基地に駐留させていた戦闘機の大半もまた、ロシア本土に移動させたとの情報もあり、このことからロシア軍はもはやクリミア半島においては、ウクライナ軍からの長距離砲撃に対応する術がないと判断しているのではないかとの見方もあるね。されるがままになるしかないってことかな。ウクライナ軍は9月22日時点で、東北部のハルキウ州をほぼ奪還し、さらに投進して東部ドンバス地方のルハンシク州内に入り一部の集落を奪還したとの情報もあるよ。このため、8月末にゼレンスキー大統領や政府高官、ウクライナ軍高官などから盛んに発信させていた南部ヘルソン州における反攻開始宣言は、ロシア軍の注意を南部に向けさせて、戦力の分散を目的とした攪乱戦術だったとの見方をする軍事専門家が多いみたい。侵攻開始当初に制圧された南部メリトポリなどでは、特殊部隊を潜入させてパルチザン活動を展開し、7月上旬にはヘルソン州奪還作戦の本格化を示唆しつつ、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースによるロシア軍の弾薬庫などの兵站物資の集積施設や、補給路となるドニプロ川ドニエプル川に架かるアントニフスキー橋など3本の橋を攻撃して、戦車などの大型車両を通行不能にする破壊を進めたよね。さらに8月に入るとヘルソン州での反撃を次第に強化させてロシア軍の足止めを図るなどしたほか、クリミア半島のロシア軍拠点にも様々な攻撃を実施していたんだ。これらの作戦によってロシア軍は南部の防衛のために、東部を手薄にしてでも展開していた空挺部隊などの精鋭部隊を援軍としてクリミア半島やヘルソン州の防衛に回さざるを得なったのだが、ロシア国内での志願兵募集がはかどらず新たに東部へ送り込む部隊の編成が遅れていたっていうのが事実だな。その状況に、ポーランドやチェコから提供された200両以上の使い慣れたロシア製 T-72 戦車を中心として、西側諸国から供与された装甲兵員輸送車と組み合わせて、新規に訓練された兵で編成した機構部隊を一気に投入したのであるから、手薄になって不安がいっぱいだったロシア軍はパニックに陥り、総崩れとなったのは当然だろうね。これら一連のウクライナ軍の作戦は戦史に残る大成功とされているよね。ああ、南部での陽動作戦を称賛する軍事専門家は多いな。しかしアメリカのシンクタンクである戦争研究所は一方で、南部でのウクライナの反撃を陽動作戦に過ぎないと評価できる根拠はないと指摘していて、実際、ウクライナのレズニコフ国防相は最近になって、イギリスメディアに南部は東部より地形が複雑で防御側のロ軍に有利なため、反撃速度は遅くなると述べており、南部の奪還作戦を完遂する意思を示しているぜ。そのことからすれば、ロシア海軍がセバストポリから逃げ出しているのは正しい判断かもしれないとの見方もあるみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻だけど、当初の見込みとは真逆に大国ロシアの苦戦が伝えられているよね。各国の支援は凄まじいものだからな。世界から大義がないとみなされた場合は、いくら大国でも横暴な振る舞いは許されないってわけだ。そうだね。その証拠の一つとしてウクライナ軍が黒海北西部の制海権を奪い返したという情報をゲットしたよ。範囲としては 100km 海域ということだけど、2014年にロシアが勝手にクリミア半島を併合して以来のことらしいね。ということで今回の主題はウクライナ軍の黒海北西部制海権奪還についてで、それについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月6日にウクライナ軍のメッセージアプリのテレグラムへの投稿があって、黒海北西部のウクライナ沿岸においてロシア海軍の黒海艦隊を駆逐し、沿岸から 100km 範囲の海域における制海権を確保したという内容だったんだ。8年前の2014年、クリミア半島を強引にロシアに奪われた時に、海軍司令部があったセバストポリ軍港に係留されていた艦艇すべてがロシア海軍に接収されたんだけど、それ以来、ウクライナ海軍はほぼ壊滅状態となっていたよね。当然、黒海の制海権はロシア黒海艦隊が掌握していたぜ。2月24日の突然の侵攻以来、ロシア海軍は黒海をほぼ封鎖状態で抑えているな。だから世界第4位の穀物類輸出国のウクライナは、オデーサなどの黒海沿岸の港から穀物類を輸出できなくなっているってわけ。その影響で世界的に穀物価格が高騰してて、このままの状態が続けば世界的な食糧危機へ発展すると不安視されているよね。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ウクライナ国内各地のサイロや港には行き場のない数百万トンの穀物が溢れ返っているそうだしね。ただでさえ在庫が多いのに、このままでは輸出できない穀物は今年秋には現在の3倍になり、7000から7500万トンにまで増加する見通しということだぜ。2022年のウクライナの小麦は豊作が予想されていて、温暖な気候のウクライナ南部は数週間のうちに夏の収穫期を迎えることになるんだけど、収穫した小麦の貯蔵場所はロシア軍のミサイル攻撃や空爆によって破壊されていて、保管する場所がないんだよね。喜ばしいはずの豊作の収穫量に見合うだけの貯蔵場所の確保ができていないんだね。大量の穀物が放置されたまま、腐敗してしまうのではないかという懸念が広がりつつあるぜ。日本を含めた世界各地で小麦の備蓄量が減り、価格が高騰し、一刻も早い供給を待っているというのに、ウクライナからは輸出できないなんて、なんとも歯がゆいよね。そしてウクライナが穀物を輸出できない原因は、黒海を封鎖しているロシア艦隊のせいであると認定しているんだけど、世界の多くも同じ意見でしょう。ロシア側は、ウクライナが敷設した機雷で港が塞がれているから港が使えないという主張なんだ。つまりロシアは穀物輸出ができない責任はウクライナにあると言い張っており、両国の応酬が続いているぜ。プーチン大統領は、穀物輸出停滞の責任を世界中から批判されたことを懸念したのか、5月30日にはトルコのエルドアン大統領と電話会談を行い、黒海の海上輸送の再開に向けてトルコとの協力を協議したことを公表したよ。確かに地図を見ると、黒海の海岸線を一番大きく所有しているのはトルコで、トルコ艦隊がウクライナの船を護衛してボスポラス海峡を抜けて、地中海に出ることができたら穀物輸送に光が差すんだよね。ロシア大統領府発表によると、プーチン、エルドアン両大統領は、黒海とアゾフ海における安全な船舶航行の確保、機雷の排除などについて協議したということだよ。その上で、これはウクライナの港からの穀物輸出にも適用されるとは言っているんだけど、ウクライナの港の中にロシア軍が制圧していないオデーサ港なども含まれているのかどうかは明らかになっていないんだ。つまり、この約束を信じてオデーサから出港した輸送船がロシア艦隊に攻撃されたり、拿捕される恐れもあるってわけだ。ロシアに信用はなくなっちゃったね。まあ昔からあまり信用はなかったけど。ロシア大統領府は続けて、世界的な食料品不足は西側諸国の近視眼的政策のせいで、食料危機の責任は西側諸国にあると言っているプーチン大統領の主張を展開し、電話会談においては、ロシアに対する制裁が解除されれば、ロシアは相当量の肥料と農産物を世界に輸出できると確認したと言っているよ。こういったプーチン大統領の言動については、トルコを何としても味方にしようとしている、ムスッと武田氏などとの批判が吹き出しているようだな。また、ウクライナが黒海に機雷を撒いたと主張しているんだけど、主要な生産物である穀物を輸出して、ロシアとの戦費を稼ぎたいウクライナが、どうして黒海を機雷で封鎖する必要がある、ロシアが艦隊を撤退し黒海を解放すれば済む話ではないか、といった声も大きくなっているみたい。今回ウクライナ軍が黒海艦隊を遠のけたという発表だけど、
西側諸国から地対艦ミサイルの供与を受けたためか、それとは無関係に自力で沿岸防備を固めたおかげなのかと不明なんだけど、陸続きのポーランドからの穀物輸出は鉄道線路の規格相違などで乗せ替えが必要になるなど手間がかかるから、オデーサ港からの海上輸出が再開されれば、世界にとっても食糧危機を回避する朗報になることは間違いないだろうね。実はロシア黒海艦隊にも被害が出ていて、有名なのは4月に帰還のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが対艦ミサイルで撃沈されたことじゃないかな。他にも多くの艦艇が損失したり、損傷を受けているから、ロシアとしては艦艇の補充をしたいところだろうけど、トルコはロシアとウクライナが戦争状態にあると判断してモントルー条約に基づき、3月31日に黒海とエーゲ海、地中海をつなぐボスポラス海峡及びダーダネルス海峡における軍艦通行の禁止に踏み切ったんだ。このモントルー条約というのは、トルコがダーダネルス海峡とボスポラス海峡及びマルマラ海に対する管理権を持つというものだね。つまり、この2海峡の通行の許可権をトルコが握っているということなんだ。今回のプーチン大統領との会談を発端として、トルコは2海峡の軍艦の通行禁止を解除するのではないかという見方もあるんだけど、軍艦通行禁止が解除されれば西側諸国の艦艇も黒海に入れることになるよ。つまりオデーサ港から穀物を積んだ自国の貨物船を護衛することも可能になるわけだな。ロシア黒海艦隊は旗艦モスクワを失ったけど、未だに強力な艦対艦ミサイル搭載の最新型アドミラルグリゴロビチ級フリゲート艦3隻だけでなく、ミサイルコルベットも多数保有しているから、対水上艦攻撃に関しては相当な戦力を温存していると見られているよ。ロシアの黒海艦隊配備の艦艇について紹介しようか。まず、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートシリーズだけど、ネームシップのアドミラルグリゴロビチが2016年に就役したんだ。続いて2番艦アドミラルエッセン、3番艦アドミラルマカロフまではすでに就役して活動中で、この3隻が黒海艦隊に配備されているってわけ。サイズ的には海自の新型フリゲートクマの型満載排水量5500トンよりは小さいんだけど、初雪型汎用護衛艦とほぼ同サイズということだね。しかし兵装は強力で 100mm 単装速射砲1機、30mm 近接防御火器システム2機、艦対空ミサイル垂直発射システム2機、対戦ロケット砲1機、533mm 連装魚雷発射艦2機などを装備し、他にも対艦対地攻撃ミサイルを搭載する8連装垂直発射システム1機があるんだ。これには艦対艦ミサイル P-800 オーニクス、巡航ミサイル 3M54 カリブルが搭載できるよ。ネット上では、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートの満載排水量が4000トンとミニサイズと思われることから、バカにしたような舐めてかかっている書き込みが見受けられるんだけど、兵装として高性能ミサイルを搭載しているから、対艦攻撃力はとても強力と考える必要であるだろうね。なお、撃沈されたモスクワに代わって機関となったのはアドミラルグリゴロビチ級フリゲートのアドミラルマカロフだったぜ。だけど、5月6日ウクライナの艦対艦ミサイルネプチューンに攻撃されて火災を起こしたと伝えられていたよね。そうだね。というものの5月9日には当該艦が何事もなく航行している姿が目撃されているし、フェイクだったということになるよ。これらの他にも脅威となる艦艇があって、それは7隻の通常動力型潜水艦だね。ウクライナが黒海で海上輸送を再開するためには、7隻もの潜水艦へ対策を取る必要があり、西側諸国は対潜哨戒への支援も必要となると思われるよ。この7隻の潜水艦のうちの6隻はプロジェクト 636.6 と呼ばれる海キロ級通常動力型潜水艦で、魚雷発射艦から発射可能なカリブルクラブスが搭載されているそうなんだ。ロシア国防省は4月30日、黒海に展開している通常動力型潜水艦からウクライナ軍の地上施設に向けて、対地型のカリブルを発射し攻撃したと発表しているよ。こういった潜水艦には対艦型カリブルも搭載されていると推測されるから、ウクライナにとって海上輸送上の脅威になることは間違いないだろうね。アメリカなどの西側諸国はロシア潜水艦への対策として、より一層の新兵器の供与が必要になると考えられるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、涙についてだよ。みんなは涙の味を知っているかな？子供の時に泣きすぎてよく口に入ったりするよね。確か少ししょっぱい気がした覚えがあるよな。うんうん。実は涙は、感情によって味が変わるんだ。悔し涙や怒りの涙はしょっぱくなって、感動や嬉しい時の涙は量も多く流れるので薄い味になるそうなんだ。なら子供の時のしょっぱさって、怒られて反省してないってことなんだね。みんなも怒った時に涙の味を聞いてみるといいかもね。
ちなみに涙は血液らしいな。え、そうなの？そうだよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍が2022年6月17日に、黒海においてロシア海軍のタグボートを撃沈したとしているみたい。連日ウクライナとロシアについてのニュースは絶えないね。なかなか終わりが見えてこないな。そうだね。ウクライナ軍によると、このタグボートはロシア海軍黒海艦隊所属の22870型救助衛星ワシリーベフであるとされ、ロシア軍が2月24日の侵略開始時に占領した、黒海に浮かぶ戦略的要衝のズミイヌイ島スネーク島に地対空ミサイルなどの兵器や弾薬人員を搭載していたとしているんだ。ズミイヌイ島の攻防は凄まじいものだったよね。少数で多数を相手にするっていうおとぎ話のようだったな。うんうん。さて今回は、冒頭で紹介した通り、ウクライナ軍が黒海でロシア海軍のタグボートを撃沈したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウェブ上で世界の船舶の位置情報を提供しているサイトであるマリントラフィックによると、ワシリーベフは6月14日の夜にクリミア半島にあるセバストポリ軍港を出港していたとされているよ。ロシア海軍の22870型救助衛船は、ニジニノブゴロド設計局ビンペルによって開発され、遭難した艦艇の救援をその任務としていて、乗組員の救助や、航行できなくなった艦艇の曳航、火災が発生している場合にはその消火、さらには沈没して艦艇を深度60メートルまで浮上させて、水中で作業を行う機能を持っているほか、海上に漏れた石油などの回収や、捜索任務などに当たることができるんだって。今回ウクライナ軍が撃沈したとしている22870型救助衛星ワシリーベフ SD739 は、内陸の淡水湖、カスピ海に北部にあるアストラハン造船工場で寄港されて2016年8月2日に浸水。偽装工事を終えた後、ロシア内陸の水路を経由して2016年11月18日にセバストポリへ開港され、2017年3月7日に就役してロシア海軍黒海艦隊へ編入され、2021年4月19日にスパサーチェリワシリーベフと命名され、2021年6月12日にセバストポリ港内で命名式典が開催されていたんだ。この船名は、2021年1月27日に亡くなった、ロシア海軍のコワシリーフ・ヨードロビチ・ベフ大佐に由来しているな。ワシリーベフ大佐は黒海艦隊の捜索緊急救助作業管理部の主任技術者として、2000年8月12日にバレンツ海で沈没したオスカー2型巡航ミサイル原子力潜水艦クルスクの引き上げ作業や、2014年のロシアによるクリミア併合の際に、クリミア半島からウクライナ本国に戻ろうとする、ウクライナ軍の艦艇の航行を妨げるために沈められた旧式の大型対戦艦オチャコフの引き上げなどを含む、20回以上に及ぶ艦艇救助作業と10回以上座礁した艦船の離脱作業を担当した艦艇救難のスペシャリストだったんだ。救難のスペシャリストが救助船の名前になったんだ。すごく理にかなっているね。救助栄光船ワシリーベフは全長57メートル幅14メートル基準排水量船200トン。満載排水量船670トン速力14ノットで、タグボートとしては大型で外洋を航行することも可能とされ、大型の艦艇を曳航する能力があることから、4月13日に黒海艦隊機関の、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワがウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンの攻撃を受け、被弾して航行不能となった際に曳航していたタグボートと見られているよ。ウクライナ軍によれば、ワシリーベフが搭載していた地対空ミサイルは、旧 K330 トールと呼ばれる自走式地対空ミサイルシステムであったとされているんだ。旧 K330 トールは、旧ソビエト連邦が開発した中空から低空域用の短距離防空ミサイルシステムで、1986年に旧ソ連軍に正式採用され、自走式の地対空ミサイルとしては画期的な垂直発射システム VLS が採用されているよ。また、通常の地対空ミサイルシステムでは、指揮車両、レーダー車両、ランチャー車両といったように数量の車両で一つのユニットを編成して運用するんだけど、旧 K330 トールは車両中央にある砲塔ターレットにこれら必要な全てのシステムが集約されていて、一台の車両だけで単独運用可能となっていることが最大の特徴で、派生型の旧 K332 トール M2 では走行しながらミサイル発射が可能とされているんだ。VLS が採用されていることで外見上はランチャーが見えず、そのためミサイルランチャーではなく、地対空ミサイルシステムのうちのレーダー搭載車両のように見えることも特徴ってわけ。搭載されているレーダーは2種類で、捜索レーダーは初期型では機械操作式だったんだけど、旧 K331M トール M1 以降は電子操作式になったため探知距離が伸びたほか、
対象目標数が増加して最大48個の目標の探知が可能となり、10個の目標を同時に追尾することができるとされているよ。また、9K332 トール M2 シリーズではさらに高性能なフェイズドアレイレーダーに変えられているようだな。ターレットの前面に取り付けられているのは、スクラムハーフ GH バンド後に K バンドに変更パルスドップラーフェイズドアレイ誘導レーダーで、最大追跡距離 20km とされ最大で2発のミサイルの誘導が可能なんだ。このスクラムハーフレーダーそのものは上下不要のみ動作可能で、目標の捕捉時やミサイル誘導時にはターレットごと左右に旋回して目標を追尾するよ。搭載するミサイルは9M330 および9M331 で、飛行機やヘリコプターなど一般的な航空機だけでなく、無人機や巡航ミサイル、誘導爆弾などへの攻撃にも対応し、有効射程内におけるミサイル1発あたりの F15 イーグルクラスの戦闘機を想定した標準目標航空機に対する命中率は、26から 75% となっているんだ。このミサイルは、1列に4発が搭載されたコンテナに格納され、トールには2機のコンテナが前後方向に搭載されていて、ミサイルはクレーンによって髪型から装填され、ミサイル本体の先端とノズル部にはそれぞれ4枚のフィンがあって、全部のフィンが稼働することで方向を転換するよ。ミサイルの誘導方式は赤外線による自己誘導と、レーダー TV 誘導式指令誘導も併用され、JAF や電波妨害などの妨害にも対応できるとされているぜ。VLS はコールドローンチ方式で、ボンベに充填された不燃性高圧ガスにより20メートル上空に射出された後、ロケットモーターに点火して目標に向けて飛翔する方式なんだ。今回撃沈された救助栄光船ワシリーベフにこの9K330 トールが搭載されていたのが、本船の方空用に搭載されていたものか、あるいはズミーヌイ島に運搬されていたものなのかは定かではないんだけど、もし防空用に搭載されていたとすれば、狙われた対艦ミサイルを撃墜することができなかったことになり、ロシア軍の対空ミサイルの性能について疑問視する声も上がっているね。今回のワシリーベフ攻撃に使われたミサイルが西側諸国から供与されたハープーン対艦ミサイルであることを、南部オデーサ州のマクシム・マルチェンコ知事が明らかにしているんだけど、これが正しい情報とすれば、このハープーンは、デンマークからウクライナに供与された地上発射型に改良されたものであるとされているんだ。このデンマーク海軍が開発した地上発射型のハープーンは、4機の発射機が大型トラックに搭載されたもので、デンマークが5月23日に開催されたウクライナ防衛接触グループのオンライン会議で供与を表明していたもので、すでにウクライナ軍に渡されたものが黒海沿岸に配備され運用されているものと見られているよ。大型とはいえタグボートにハープーンを使用したことについて、費用対効果を考えるともったいないのではないか?とする声がインターネット上に挙げられているんだけど、この攻撃がウクライナ軍にとっては実射試験のような意味合いであることと、ロシア黒海艦隊に対してハープーンが黒海沿岸に配備され、ウクライナ軍のネプチューンと共に、ズミーヌイ島やオデーサに接近する艦艇をいつでも攻撃可能であることをアピールする意味もあったと見る向きは多いよ。ウクライナ軍は現在もロシア軍の地上部隊に占拠されているズミーヌイ島において、ハープーンとネプチューンによって島への補給を断つことで、ロシア軍が島を放棄させる狙いがあると見られ、そのような事態になれば、ロシア黒海艦隊は黒海西部における活動がかなり制限されると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、氷についてだよ。最近は気温が異常なほど高いから氷でキンキンに冷やしたジュースを飲みたいよ。確かにこの時期の冷えたジュースはうまいよな。ちなみに家で氷を作るときに市販のロック氷並みの透明な氷を作れるのは知ってた?え、知らなかった。家で作るとどうしても氷の底の方に白いのがつくよね。作り方を教えて。それじゃ解説していくよ。まず氷の底の白いやつなんだけど、水に含まれる不純物と水の融点が違うから、水が外側から凍ることによって、不純物と空気が逃げ場を失って中央に集まるんだ。そして、中央に集まった不純物や空気ごと凍って、氷の中心部分だけが白く濁るんだ。そうなんだ。ってことはあの氷の白いやつは汚れってことじゃん。まあ簡単に言うとそういうことになるね。それじゃ透明な氷の作り方なんだけど、とっても簡単で、ゆっくりと時間をかけて凍らせていけばいいんだ。なるほど、急激に冷やすと白く濁るから、ゆっくり凍らせることにより、自ら空気をしっかり抜くことができるってわけだな。おお、さすが理解が早いね。でもどうやってゆっくり凍らせるの?冷凍庫だと急激に冷えちゃうよね。その方法なんだけど、まずはチルド室などに入れて、水の温度を0度近くまで下げるんだ。そして冷凍庫に入れることにより、急激に冷えることを防ぐよ。
なるほど。でもそんないい冷蔵庫持ってないよって人はどうしたらいいの？それは発泡スチロールを使った方法だよ。発泡スチロールは熱の伝導率が低いため、水が急激に冷えて凍ることを防いでくれるんだ。また、熱が伝わりにくい容器であれば、全然代用できるよ。なるほど、これでみんなもお店の透明な氷をいつでも作れるね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。ロシア海軍ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の攻撃で沈没したとの情報が入ったね。当初、ウクライナは圧倒的に劣勢を強いられると予想されていたが、蓋を開けてみればウクライナは善戦しているな。各国がウクライナをサポートしているし、ウクライナ自体も士気が高いからね。一方のロシアは士気も低く、戦略としても稚拙さが目立つとされているぜ。そうだね。さて今回は、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワ撃沈について詳しく見ていくよ。ロシア軍は巻き添えを避けるために撤退し、現場ではトルコ軍が救助という情報もあるんだけど、実際のところはどうなんだろう。それじゃあ行ってみよう。2022年4月13日、ウクライナ軍による地対艦ミサイル攻撃を受けて沈没したとされる、ロシア黒海艦隊の旗艦であるスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワと見られる艦艇が、黒煙を吹き上げている様子が撮影された画像を、ウクライナ政府のゲラシチェンコ内相顧問が SNS に投稿して世界に拡散されているよ。画像には左舷側に大きく傾き、艦橋後方付近から黒煙を上げながら所々に炎が見られ、艦上で放水されている様子が撮影されていて、近くの水上艦艇から撮影されたものと見られ、ロシア海軍内部から漏洩した画像ではないかと見られているんだ。艦の形状からスラバ級ミサイル巡洋艦であることは間違いないとされているし、レーダー形状等からもこの艦がモスクワであると確認されたみたいだね。このモスクワについてロシア海軍では当初、艦上に火災が発生して弾薬などが誘爆したため、乗組員を退艦させた後に港に向けて曳航中していたが、嵐によって海が荒れたために沈没したと発表していたんだ。しかし、ウクライナ南部オデサ州の知事が13日に、モスクワがウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンによって撃沈したと発表したことを受け、さらにアメリカ国防総省の高官がウクライナ軍が発射したネプチューン2発の命中を確認したことを明らかにしたよ。ネプチューンってかっこいい名前だね。どんなミサイルなの？ネプチューンはウクライナが自国で開発した射程 300km 以上とされる地対艦ミサイルで、2021年からウクライナ軍へ配備が始まった最新の対艦ミサイルであり、旧ソ連時代から兵器工場が多数存在していて実は兵器大国であったウクライナでは、設計当初から輸出も視野に入れて開発していたとされ、NATO 北大西洋条約機構をはじめとした、西側の対艦ミサイルや関連システムを導入研究することで売り込みを考えていたとされているんだ。そのために、西側のシステムとの適合性も十分に考慮して作られていたと考えられ、NATO 側の早期警戒管制機や戦場観測機対地早期警戒管制機などの情報通信とのリンクは容易であったと見られるよ。それら NATO 側が捉えたモスクワの位置に関するリアルタイムな情報提供を受けて、同艦を攻撃した可能性が指摘されているな。みたいだね。モスクワの爆発後、ロシア黒海艦隊はモスクワと同行していた残る艦艇5隻を現場から 150km ほど後方に移動させたとされており、ネプチューンの射程外への退避をさせているようだよ。このことで、艦隊を編成していたロシア海軍の艦艇が、炎上するモスクワを見捨てて逃げたとするような声がインターネット上で見られていたんだけど、公表された画像を見る限りでは、命中後に画像で見られるほど左舷側に傾斜するまで時間はそれほど経過していないと思われ、急速に傾斜が進み、その復旧が無理と判断されて総員退艦が発せられ、生存している乗組員を他の艦に収容してから離脱したとの見方もあるんだ。また、ウクライナ側の発表によるとモスクワの艦長であるアントン・クプリン大佐が戦死したと発表、ロシア側は否定しているけど、スラバ級ミサイル巡洋艦には艦長の左右両舷の甲板上に、P-1000 ブルカーン SSM 巡航ミサイル連装発射機8機ずつが設置されており、画像では左舷側の最後部の発射機に近い部分で火災を起きていることから、写真が撮影された後に誘爆して艦橋が大きなダメージを受けたことも想定され、その際に戦死した可能性が指摘されているみたい。さらにアメリカ国防総省の高官がネプチューンが2発命中したとしていることから、左舷側に命中した他に、もう1発が艦橋を直撃している可能性もあるね。画像では黒煙で艦橋の様子がわからないために断言はできないけど、クプリン大佐が沈没前、SSM の着弾時に戦死していた可能性は否定できないよ。画像で見る限りでは、艦上構造物と喫水線の真あたりに命中しており、
ここから機関部までミサイルのダメージが入り、ダメージコントロールに必要な電力が確保できなかったのではないかという分析とともに、原則に設置されている窓から黒煙が吹き出た跡があり、さらに対空戦闘システム類が起動状態になかったことから、モスクワはその高い防空能力を活かすことなく沈んだとの見方もあるんだ。今回の侵攻においてモスクワは、黒海からウクライナ南部にかけて、搭載する S-300F による対空戦闘を実施しており、ウクライナ南部地域におけるウクライナ空軍の活動を抑制してきたよ。今回モスクワが撃沈されたことにより、ウクライナ南部地域におけるウクライナ空軍の活動が活発になると予測されており、戦況が大きくウクライナ側に傾く可能性もあるよ。また、モスクワで火災が発生した頃の現地の天候を推測したネイバルニュースの記事によると、14日の現地時間17時の黒海の気象概況は風速14ノット、波高約1メートル程度とされており、小舟にとっての荒れた海ではあるものの、巡洋艦にとっては影響がある海象ではないことから、嵐のために沈んだというロシア側の主張は信憑性がかなり低いと言えるんだ。嵐で沈んだなんてベタな言い訳するんだね。体裁を保ちたいのはわかるけど、もう少しマシな言い訳はなかったのかな？そうだね。ところで、ウクライナ侵略を開始する以前の2月12日に、黒海において黒海艦隊を機関として北方艦隊及び太平洋艦隊から派遣された艦艇20隻以上による合同演習が実施されていることをロシア国防省が発表していて、ウクライナ海軍のみならず当時黒海や地中海に展開していたアメリカ海軍及び NATO 諸国海軍の艦艇を牽制する動きを見せていたよ。この際、黒海での演習に参加していた艦艇は、中心となる黒海艦隊はスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワ、過信型ミサイル駆逐艦スメトリービ、クリバク1型フリゲートラードヌイ、クリバク2型フリゲートプエトリーブ以下、ミサイルコルベット、対戦コルベット、ミサイル艇、機雷掃海艇、揚陸艦などを含めて約20隻以上。北方艦隊からはスラバ級ミサイル巡洋艦マーシャル・ウスチーノフ、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートアドミラル・カサトノフ、ウダロイ級駆逐艦ビツェアドミラル・クラコフの3隻で、さらに極東のウラジオストクからはるばるやってきた太平洋艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦バリアーグ、ウダロイ級駆逐艦アドミラルトリブツなどとなっているんだ。ここで特筆すべきは、現在のロシア海軍における唯一の空母アドミラルクズネツォフや、老朽化によって退役が進められているキーロフ級ミサイル巡洋艦に次ぐ大型艦である、スラバ級ミサイル巡洋艦が保有3隻すべて揃っていることで、アドミラルクズネツォフがモントルー条約によりトルコのボスポラス海峡を通過できず、地中海から黒海に入ることができないことからすれば、実質上のロシア海軍水上艦の主力を黒海に集中させていたことだね。ロシア海軍が発信していた情報によれば、北方艦隊のマーシャル・ウスチーノフと、太平洋艦隊のバリアーグのスラバ級ミサイル巡洋艦2隻は3月に任務を終えてそれぞれの母港に寄港するとされていたんだ。しかし、2月28日にウクライナ政府の要請を受けたトルコが、条約に基づいて黒海から地中海への通り道であるボスポラス海峡とダーダネルス海峡において、軍用艦の航行を制限する措置を取ったことにより、黒海への増援は不可能ではないかと見られているよ。また、モスクワを沈めたネプチューンを、ウクライナ軍が後どれほど保有しているかが不明である以上、ロシア艦隊は迂闊に動くことができず、その意味ではウクライナの効果的なタイムリーヒットだったと言えるな。自衛隊は、1式地対艦誘導弾をはじめ、88式地対艦誘導弾など、ネプチューンと同類の装備を冷戦期から開発、配備してきたよね。これは、日本が島国であり、着上陸する敵は必ず海空を経由しなければならない特性を逆手に取ったもので、この他にも空対艦ミサイルのファミリー化や、それを投射するための戦闘機である F2 戦闘機の配備など、世界で最も高密度に対艦ミサイルを投射できる実力組織であると言っても過言ではないよ。今回、ウクライナ軍が挙げた大戦果を詳しく分析し、これを今後の訓練や装備品の開発に活かしていくことで、より一層抑止力を高めていくことが要求されると思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ウサギについてだよ。ウサギか、確かにめちゃくちゃ可愛いよね。うんうん。そのウサギなんだけど、寂しいと死んでしまう。と聞いたことがないかい？確かに聞いたことがあるよ。でもそれって本当なの？それだったら野生のウサギは常に群れなの？って思っちゃうよね。君にしては鋭いとこ攻めるね。それじゃ、説明していくよ。早速だけど、ウサギは寂しくて死ぬなんてのは嘘なんだ。これは、科学的にも獣医さんに聞いてもおそらくそんなことはないと答えるそうだよ。やっぱりね。じゃあなんで、そんなことを噂されるようになったの？
それはね、飼い主が外出している時にウサギが突然死んでしまうことがたくさんあるかららしいんだ。その理由としては、ウサギは野生で生き残るために、たとえ病気や怪我をしていても、敵に察知されないように普通を装う習慣があるからなんだ。だから、ペットとして飼っているウサギも、野生の本能で飼い主に病気を隠してしまうから、ついさっきまで元気だったのに突然死んでしまうようなことが起こるそうだよ。余談だけど、噂が大きく広まったきっかけは、大人気ドラマのセリフウサギって寂しいと死んじゃうんだからが噂として残っているそうだぜ。そうそう。だからといって、飼育放棄などせずに、ちゃんと可愛がってあげてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年6月7日の夜、ロシア軍機とみられる航空機4機が、日本海上にて北海道方面に向けて直進飛行で領空に接近したため、航空自衛隊の千歳基地から戦闘機が緊急発進スクランブルをかけたとして、防衛省統合幕僚監部から8日に発表があったね。ロシアもせわしないよね。いろんな国に挑発しなきゃいけないんだから。経済制裁やらの報復活動の意味合いもあるだろうしな。プライドも高いし、舐められっぱなしじゃいられないんだろうぜ。そうだね。さて今回は、そんなロシア軍機が北海道に向けて異常な直進飛行をしたことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍機とみられる4機の航空機は、北海道西方から札幌方面に向かって直進的に日本の領空に向かって接近したため、北海道千歳基地の北部航空方面隊の F-15J イーグルがスクランブル対応を実施対応した機数は不明。4機のうちの2機はそれぞれ日本海上で旋回して西方に飛行して日本領空から離れ、残る2機は領空に相応に北上して樺太方面に飛行したとしているよ。まるで札幌を狙うかのように飛行したこの挑発的な飛行については、ウクライナ侵攻に対する経済制裁がロシアにとってかなり効いている可能性があるとして、軍事的圧力をかける目的があったのではないかとする見方や、札幌を狙ったというよりも、千歳基地を狙った脅しではないかとする軍事ジャーナリストの発言などが出ているんだけど、過去に例がない進路であるとして話題になっているね。また、6月9日にロシア海軍の情報収集艦が、津軽海峡を日本海側から太平洋側に抜けたことを防衛省統合幕僚幹部が伝えているんだけど、この情報収集艦は7日に宗谷海峡から日本海に入ったことが確認されているんだ。情報収集艦とは、主に電子情報を収集するための軍艦で、シギントシグナルズインテリジェンス呼ばれる通信、電磁波、信号等の傍受による情報活動と、コミントコミュニケーションインテリジェンスと呼ばれる通信情報の傍受盗聴暗号解読に、エリントエレクトロニックインテリジェンスと呼ばれるレーダーなどの非通信用電子機器からの、電波放射などの電子情報収集などを実施する艦艇だね。この情報収集艦今回のスクランブルが発生した頃には日本海上を航行していたとみられ、それらのことからロシア軍機の行動は、これまでになかった飛行経路に対する航空自衛隊の対応についての通信情報や、北海道のレーダー関連の情報収集が目的であった可能性が指摘されているね。このロシア軍の動きが北海道侵攻への準備として行われたのか、あるいは単なる威嚇であるのかはわからないんだね。まあ、いずれにしてもこれまでにない動きを見せているロシア軍の動向には注意する必要があるだろうな。また、5月24日には日本海から東シナ海、太平洋にかけてロシアと中国の大型爆撃機による共同飛行による日本領空への接近があり、ロシア空軍のツポレフ95爆撃機2機と EU 新20情報収集機1機と、中国空軍の H6 爆撃機4機、ロシア空軍の K7 機が日本の領空近くを飛行したため、航空自衛隊の F-15J がスクランブル発進して対応しているんだ。その際にロシア国営 RIA のオボスキが、ロシア軍機から撮影された画像とともに、日本の F-15 戦闘機は空中パトロール中のロシアのツポレフ 95MS 爆撃機に接近したと投稿しているんだけど、実はこの撮影された F-15 が、画像から沖縄の嘉手納基地所属のアメリカ空軍の F-15 であることが判明し、中国とロシアの航空機の動きに対するスクランブルに、アメリカ空軍機も参加していることが明らかになっているよ。このアメリカ空軍機のスクランブルが、防衛省あるいは航空自衛隊からの要請であるのか、あるいはアメリカ空軍の判断によるものであるかは不明だが、日本周辺における中国軍機及びロシア軍機へのスクランブル対応回数は2021年、2022年と激増していて、航空自衛隊には大きな負担となっているため、在日米空軍の協力が必要となっているとしたら、防空体制そのものの検討が必要となるだろうな。かつて東西冷戦の最中では、当時のソ連空軍機が定期的に日本の周辺に出没していて、
特に定期的に千島列島から太平洋上を南下して東京に接近するコースを、在日アメリカ軍が東京急行と名付けて、自衛隊もその通称で呼んでいたよ。ソ連崩壊後はロシアの経済が混乱していたこともあり、東京急行が実施されない状況が続いていたんだけど、2000年代に入りプーチン大統領が台頭するとともに、ロシア経済が立ち直りを見せたことから再び東京急行は増加する傾向にあったけど、今回のような札幌急行とでも呼ぶべき動きは初めてのことなんだ。インターネット上では、近年盛んに挑発を繰り返している中国、ロシアに対しての憤りから、領空に1ミリメートルでも侵入した時点で撃墜せよといった過激な書き込みが多々見られているけど、今回もそうだけど、彼らは巧みに領空への侵入を避けており、実際に領空に侵入したのであればともかく、領空外を飛行している航空機を撃墜はできないんだよね。今回のロシア軍機の動きについて一つ留意しておきたいのは、航空機から発射し核弾頭の搭載が可能とされる、ロシアの極超音速空対地ミサイルKF-47M2キンジャールの存在じゃないかな。キンジャールの射程距離は2000から3000キロメートルとされていて、例えば千歳基地を攻撃するにはロシア本土上空で発射したとしても到達させることは可能なんだけど、ミサイルを飛翔させる距離が長いことで海上自衛隊のイージス艦などによって撃墜されることもあり、できるだけ北海道に近づく必要があるんだ。その際にはキンジャールを搭載した航空機が、今回と同様の飛行ルートを取る可能性が高く、自衛隊がどのように対応したのかを事前に確認したのではないかとも考えられるな。対応の確認ってことだね。どうにかしてほしいけど、どうにもならないもんね。ロシア極東の空軍にはこのキンジャールを搭載可能なMiG-31がすでに配備済みであり、キンジャールそのものが配備されているかは不明であるが、大きな脅威と考えられるぜ。また、ロシアにはウクライナ侵攻でも使用された地上発射型ミサイルシステムイスカンデル M があり、このシステムからも核弾頭が搭載されたミサイル発射が可能とされているよ。イスカンデル M は巡航ミサイルも発射可能であり、ロシアが2019年1月に公開した巡航ミサイル級 M729 を使用すれば、射程は 2000km 以上となり日本に十分届くんだ。さらにロシア軍には自らの領海内からも海上発射型の巡航ミサイルカリブルによって日本本への攻撃が可能であり、カリブルの射程は約2000から 2500km で、誤差3メートル以内の精度を誇るとされているね。このカリブルはアメリカ軍のトマホーク巡航ミサイルと同等以上の性能を持ち、水上艦艇だけでなく、ロシアの原子力潜水艦や通常動力型潜水艦のどの潜水艦からでも発射可能であり、核弾頭が搭載可能なミサイルとして極めて汎用性が高いものとなっていみたい。海上自衛隊の対戦能力は世界一とされてはいるが、カリブルをロシア海軍の聖域であるオホーツク海から撃ち込まれてしまうのでは、事前に防ぐことは難しいよな。ロシアは水上艦から発射する海上発射型の極超音速巡航ミサイルツィルコンも2022年から配備を始めると表明していて、ツィルコンの最高速度はキンジャールに匹敵するマッハ9程度で、射程は 1000km 以上とされるよ。もしロシアが日本への侵攻を決断したならば、地上からはイスカンデル M、空からはキンジャール、海上及び海中からはカリブルツィルコンが日本に降り注ぐことになるんだよね。それらの同時砲は攻撃を受けた場合に、攻撃されなければ反撃することができない専守防衛の理念で、果たして自衛隊はその全てを迎撃できるのかは不明だな。こちらが攻撃できないからって好き放題してるもんね。日本は舐められちゃってるもん。今、日本をロシアや中国のマシから守るには、日本に向けてミサイルが発射される前に、できるだけその数を減らしておかなければならず、それには強力な敵基地攻撃能力を保有する必要があり、それはあくまで日本独自の判断で運用できるもので、アメリカ軍に頼るものであってはならないとする意見もあるぜ。中国本土やロシア極東の重要軍事施設を直接攻撃可能で超強力な敵基地攻撃能力を保有することで、核兵器を保有せずとも北海道侵攻への抑止力として使うことができるもんね。何にせよ、ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席には決して隙を見せてはならず、日本を攻撃すれば必ず勝てると思わせてはいけないよね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、日食と月食についてだよ。あの何年に一度とかいうやつか、どっちがどっちだかわからないよね。確かにパッと言われただけじゃわかりづらいもんね。それじゃ解説していくよ。太陽は地球や月を照らし、その反対側には長い影ができるんだ。その影が、地球を隠したり月を隠したりすることで月食と日食が起こるんだよね。そうなんだ。それで違いは？まず日食なんだけど、太陽と地球の間に月が入り、太陽月地球の順でほぼ一直線に並ぶ。
新月の時に起こるんだ。日食には3種類あって、一部だけ隠れる部分日食と、太陽全体が見えなくなる皆既日食と、太陽が輪っかのように見える金環日食があるんだ。日食にもいろんな種類があるんだね。そうだね。次は月食なんだけど、月食は太陽地球月の順でほぼ一直線に並び満月の時に起こるんだ。皆既月食が起こると月が赤くなるのが特徴だよ。でもなんで赤いの？日食みたいに見えなくならないんだね。それは、太陽の光が地球の大気を通過するときに、波長の短い青い光は、大気中で散乱するが、波長の長い赤い光は、空気中を屈折しながら通過して月を照らすため、赤く見えるんだ。そうなんだね。日食と月食全然知らなかったらわからないけど、理解すると全然違うことがわかるんだな。みんなも違いがわかったかな？それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年8月21日ロシア国防省は、ウクライナ南部の港湾都市オデーサに対して、巡航ミサイルカリブルを用いた攻撃を行ったことを発表したみたい。これによりウクライナがアメリカから供与されている高機動ロケット砲システム、ハイマース用のミサイルや、西側諸国から供与された対空防御システムなどを保管している弾薬庫を破壊したと発表したぜ。武器庫を破壊されたんだ。ウクライナは低体損失だね。だが事実かどうかは定かじゃないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、ロシア軍が南部オデーサにあるウクライナ軍の、弾薬庫を破壊したと発表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア軍が破壊したと主張しているハイマース用のミサイルが、多くの種類があるロケット砲弾のうちの何を指しているかは定かではないんだけど、ミサイルではなく射程 90km とされる 227mm ロケット砲弾の M31AH であるとすれば、ウクライナ軍にとっては大きな損失だろうね。しかし、同時に破壊されたとされる西側諸国から供与された対空防御システムと一緒に、ロシア海軍の海気炉級潜水艦から発射されるカリブルの攻撃を受けやすい、海沿いのオデーサの弾薬庫に保管しているとは考えにくいと見られているんだ。また、この攻撃に対するウクライナ側の反応は、オデーサの地方行政当局の報道官が、通信アプリに対して、ロシア軍が発射したミサイルは5発で黒海上から発射され、2発は防空システムによって撃墜したが、3発がオデーサ港周辺の穀物貯蔵庫に着弾した。とした上でこの攻撃による死傷者は出ていないと投稿しているよ。さらにロシア国防省は同じウクライナ南部のヘルソン州において、ウクライナ軍が、アメリカから供与された牽引式 155mm 榴弾砲 M777 2門を破壊したほか、ザポリージャ州にあるディーゼル燃料100トン超を貯蔵しているとされる、燃料貯蔵庫を攻撃して破壊したことも発表しているね。M777 ってどんな榴弾砲なの？この M777 榴弾砲は、イギリスのビッカース造船技術会社、ビッカーズシップブールディング&エンジニアリングルトと現在は BAE システムズが、設計開発した牽引式榴弾砲で、2005年にアメリカのユナイテッドディフェンスとの、共同開発によって完成し、アメリカ軍が M777 の名称で採用した長径量野戦榴弾砲で、アメリカ陸軍の他にカナダ統合地上軍でも採用が進められ、イギリス軍においても現在採用を前提としたトライアルが実施されているんだ。M777 そのものの最大射程は2榴弾の M107 弾で 24km、口径を変えずに、砲弾を優先形に成形して空気抵抗を減らした IRFB を使用して 30km であり、発射速度は最大で5発分持続射撃で2発分とされているんだけど、実は、この M777 の射撃性能については、それまでアメリカ軍が運用していた、牽引式 155mm 榴弾砲 M198 と比較した場合、最大射程、発射速度において大きな差がないんだよね。それなのになぜこの M777 が有用な新兵器として扱われているかというと、M198 の重量が7トンを超えるため、CH-47 チヌークや CH-53 シースタリオンなどの、大型輸送ヘリコプターでなければ吊り下げ輸送ができず、長距離の移動には制限が加えられることが多かったことに対して、M777 の重量は 4.218 トンと軽量であるために UH-60 ブラックホークや、UH-1N ツインヒューイのような中型の汎用ヘリコプターや、ゲルトローター機の V-22 オスプレイ垂直離着陸機でも機外に吊り下げて輸送することが可能で、山岳地帯のように大型輸送ヘリでの運搬や車両での運搬が困難な場所への展開が容易であることが大きいぜ。このように M777 は155榴弾砲としては軽量であることがウクライナへの運搬や、前線での移動が速やかに行えることが有用とされているんだけど、実はウクライナ軍の機体が大きいのは M777 と共に供与される、
155mm 榴弾砲弾の中に含まれる GPS 誘導長射程砲弾 M982 エクスカリバーなんだ。エクスカリバーについて詳しく。 M982 エクスカリバーはアメリカのレイセオンミサイルシステムズ社と BAE システムズ AB 社によって共同開発された砲弾で、有効射程が 40km とされていて、ロシア軍や砲の射程をはるかに上回る長射程を持っているよ。さらに敵からの妨害電波にも対抗可能な内蔵 GPS 受信機が搭載されているほか、管制ナビゲーションシステムによる管制誘導も併用され、これによって正確な誘導が可能となり、ほぼ射程距離の限界にある標的に着弾する誤差も2メートル以内とされている、精密誘導ミサイルのような砲弾で、実戦に配備されてから、ウクライナ軍の砲撃にハイマースとともに大きく貢献したと言われているんだ。しかしながら、これらのロシア国防省からの戦果発表に関しては、それらの破壊を裏付ける画像や動画などは示されておらず、また、ウクライナ軍からのリアクションが見られないことから、このところ南部や東部などで受けている、ウクライナ軍が関連したと見られている爆発や攻撃に対抗するため、ロシア国内向けのプロパガンダであろうとの見方が広がっているぜ。ここに来てロシア軍が活発な動きを見せ始めたのには、ロシア軍がウクライナ侵略を開始した。2022年2月24日からちょうど6ヶ月となる8月24日が、旧ソ連崩壊が起こった1991年に、ウクライナがその支配から脱した独立記念日であるためとの見方が広がっているね。ウクライナ各地では24日を迎えるにあたって、首都キーウでは独立記念日を祝う機運が高まっていて、破壊されたロシア軍の戦車や装甲車などが街の目抜き通りで公開され、独立記念日を祝おうとする風潮が高まっており、本来であれば、国を挙げて式典を開催してお祝いをするところなんだろうけど、今は占領された東部ドンバス地方や南部のヘルソン州やクリミア半島、ザポリージャ原子力発電所があるザポリージャ州とドニプロ川を溶かして進軍したヘルソン州など、多くの領土と国民をロシア軍に奪われている状況ってわけ。ウクライナのニュース専門局 TSN は22日に、独立記念日に向けてウクライナとの国境付近にロシア軍が800機以上もの戦闘機やヘリコプターを集結させている兆候が見られると報じていて、東部でロシアと国境を接するハルキウ州においてはこの情報を受けて、25日まで外出禁止令が発出されたみたい。ゼレンスキー大統領は21日、ロシアは旧態依然とした国家であり、自らの行動を特定の日付に結びつけるとの一種の脅迫観念を持っているとして、彼らは我々を憎んでおり、キーウを含むウクライナの都市への、巡航ミサイルによる攻撃回数を増やすだろうと述べて、ロシアがウクライナ人捕虜裁判にかけるなどの挑発行為に出る恐れがあると語ったよ。ウクライナのメディア各社は、ロシアが独立記念日に合わせて、ウクライナ南東部のマリウポリで投降したアゾフ連隊などの、ウクライナ兵を公開裁判にかける準備をしていると報じているな。なお、キーウ市当局は、独立記念日当日においてはロシア軍による、ミサイル攻撃が激化する可能性が高いとして、独立記念日の、翌日25日までは大勢の市民が集まるような大規模なイベントを禁止すると発表し、空襲警報が聞こえたなら直ちに近くのシェルターに避難するようにとの指示を出しているね。この日を見越してのことか、このところ東部や南部においてロシア軍が攻勢を強めているとされ、特にヨーロッパにおいても最大規模を誇るザポリージャ原子力発電所への攻撃への懸念が深まっているんだ。また、原子力発電所周辺のへの攻撃が継続しているだけでなく、原子力発電所から見てドニプロ川カホフカ貯水湖の対岸にあるニコポリに対して、ミサイルや空爆などの激しい攻撃が加えられていることが懸念されているほか、やはり原子力発電所に近いボズネンスクへもミサイルなどによる攻撃が継続されていて、原発に流れ弾が着弾して事故に結びつくリスクが高まっているとされているよ。原発事故だけは避けてほしいよね。放射能の恐ろしさは、皆もよくわかっていると思うし。そうだね。これらのことに関して、8月21日にアメリカのバイデン大統領と、イギリスのジョンソン首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのショルツ首相は電話会談を実施して、原子力施設の安全確保の重要性を強調して、ウクライナ、ロシア両国に対して懸念を発信したよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。
またまたロシアのウクライナ侵攻に関わるニュースだよ。最近は軍事系のニュースといえば、もっぱらこの話題で持ちきりだからな。今後しばらくはこの話題は続くだろうね。今は戦況のニュースで、戦いが落ち着いても、その処理についてのニュースが報道されそう。世界中にとって大きな話題になるまで発展してしまったからな。進捗は常に発信され続けるだろうぜ。戦いなんて早く終わってほしいよね。ウクライナの人も、ロシアの人も、これ以上犠牲になってほしくないよ。そうだね。さて、今回はアメリカが提供した兵器の中に長距離対艦ミサイルが入っているという情報を入手したことを踏まえて、この長距離対艦ミサイルと黒海封鎖と合わせて、黒海封鎖解放作戦開始の示唆について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアが突然ウクライナへ侵攻したのが2022年2月24日のことだったよね。軍事に興味のない人からすれば、突然のことでびっくりしたんじゃないかな？そうだね。それ以来、黒海の制海権はロシア海軍が握っていて、ウクライナの最大の貿易港オデーサ港が事実上封鎖されているので、外貨の獲得に重要な小麦の輸出が妨害されているんだ。戦いが起これば輸入出が制限されて関係のない国にも影響が出るよな。それでようやく各国の一般国民も関心を寄せ始めて、ことの重大さを理解するんだよ。実際オデーサ港の倉庫には輸出用の小麦が山積みになっていると言われていて、この事実が日本を含む世界各地での小麦価格高騰につながっているんだろうね。ウクライナの小麦だけど、2020年の統計で世界第8位の生産国となっているよ。そして、輸出では世界6位でシェアは 9.2% なんだ。一方ロシアは生産量世界第4位だけど、輸出量は第1位で 20.7% のシェアを占めていて、ウクライナ侵攻を理由としてロシアに対してアメリカをはじめとする西側諸国が経済制裁を行ったために、ロシアが小麦の輸出を中止することが想定されるよ。それを原因として世界の小麦市場では品不足に陥りつつあり、前述のようにウクライナ産やロシア産小麦の輸入に頼っていた世界各国の奪い合いによって価格が激しく高騰しているってわけだな。戦争が続き、ウクライナ産小麦の輸出が滞る一方ロシアが小麦を輸出しない状況が長期間続いたとすれば、小麦価格高騰だけではなく、世界が食糧危機に陥る可能性も否定できないと言われていて、アメリカのバイデン政権は想定していなかった事態に頭を抱えていると噂されているね。さて、ロシアの黒海艦隊が黒海を事実上封鎖しているんだけど、4月13日、ウクライナの地対艦ミサイル攻撃によって機関のミサイル巡洋艦モスクワを沈められたよ。その他にも数隻の艦艇に被害が出たようだけど、潜水艦も含めると20隻程度の戦闘艦を未だに保有していると言われているんだ。それに対抗するウクライナ海軍は悲惨としか表現できない状況で、1991年のソビエト連邦崩壊後、ウクライナの領内に水上艦艇や潜水艦などが置いたままになっていたよ。それらの艦を、ロシアと半分こして受け継いで保有していたんだけど、維持管理予算を確保できず、建造途中だった空母バリアーブを中国に売却することになったんだ。このバリアーブは現在は中国海軍の空母遼寧として就役しているな。何回となくこのシリーズ記事にも登場した名前だな。てっきり、中国のゴリ押しに負けて売り払ったのだと思っていたけど、ウクライナにとっては渡りに船だったんだね。そうだね。バリアーブを手放したと同時に艦艇数も少しずつ減らしていたんだけど、残った艦艇のメンテナンスさえも難しい状況だったから、ウクライナ海軍の虎の子と思われているのが、国名と同じミサイル巡洋艦ウクライナだね。この艦はあのロシア黒海艦隊機関モスクワの同型艦だけど、実は建造半ばにして海外への売却が決められたことがあったり、売却を中止して建造が再開されたりと状況が二転三転している艦で、しかも、2022年時点でもまだ完成していないんだ。いろいろと事情があったんだろうけど、未だに完成していないのは驚きだよね。ウクライナは2011年平成23年になって戦力維持の方針が打ち出され、それに基づいて、何隻かの艦艇の修理が進められ、定期的な検査やオーバーホールが行われるようになったんだ。また潜水艦などの新規建造が計画されたんだけど、その3年後の2014年、ロシアは強引にクリミア半島を併合し、海軍司令部があったセバストポリ軍港さえロシア軍に占領されてしまったんだよね。このセバストポリは帝政ロシア時代からの古い軍港で、第二次世界大戦にはロシアとドイツの激しい戦闘が繰り広げられた場所でもあるよ。2014年にクリミア半島を奪ったロシアは、セバストポリに係留されていた艦艇すべても手に入れて、その時点で地中海に出動していたフリゲート艦1隻以外、主要な艦艇がロシア軍に接収されてしまったんだ。それ以来、ウクライナ海軍の戦闘艦はフリゲート1隻、コルベット1隻、
ミサイル定位置席となり、事実上消滅したとみなされる事態に陥っているんだよね。つまり独力ではロシア黒海艦隊を排除してオデーサ港の封鎖解除はできないと見られているぜ。アメリカのバイデン政権は、このままロシア海軍によるオデーサ港封鎖が続けば、ウクライナ経済が疲弊するのみならず世界が食糧危機に陥ってしまうことを防ぐために、黒海艦隊を攻撃するための新型対艦ミサイルをウクライナに供与すること検討していることが明らかになっているよ。ウクライナはこれまでにも、アメリカや NATO 加盟国諸国から携帯型対戦車ミサイルジャベリンや、地対空ミサイルなどの兵器の供与を受けていたんだけど、さらに高性能な新型兵器を望んでいるようだね。その中には黒海のロシア艦隊を攻撃できる長距離対艦ミサイルも含まれていると見られているぜ。このウクライナ侵攻では、ジャベリンの他にもトルコ製無人航空機バイラクタル TB2 などの有用性が、実戦で確認されている状態はまるで新型兵器の見本市のようだという意見すらあるんだよね。それらの兵器を開発した軍需産業には大きなメリットがあったという見方の一方、ウクライナ兵が新型兵器の訓練に時間がかかることや、アメリカからの兵器供与についてはロシアが反発し、戦争が一層エスカレートしてしまう恐れもあるよ。最新兵器がロシア軍に確保される可能性もあるよね。そういう懸念もあるから、新兵器の供与については慎重にという考えも出てきているようだぜ。こういった状況において、アメリカ政府高官や議会関係者などからの情報によると、アメリカ軍が運用しているハープーン、ノルウェーが開発しアメリカのレイセオン社が共同提案して採用された MSN のウクライナへの供与が検討されているんだって。アメリカだけでなく、これらの対艦ミサイルを運用しているヨーロッパの同盟国から供与することも検討されているとも言われているんだ。ただし、アメリカ軍が運用しているハープーンは艦対艦型、潜水艦発射型、空対艦型なので、地上発射型がないんだよな。ウクライナ軍に供与するには空対艦型をウクライナ空軍機に搭載するために改修が必要になるんだが、時間がかかるのでデンマーク軍と韓国軍が開発している地上発射型のハープーンを供与するのではないかと見られているぜ。また MSN は射程が 250km でハープーンより長く、艦対艦型の他にも多種多様な発射プラットフォームがあるから、ポーランド海軍では車載化して地対艦ミサイルとして運用されているよ。ということは、NATO 諸国から、ハープーンより早く地対艦型ミサイルの供与ができる可能性が高いってことだね。アメリカのシンクタンクであるハドソン研究所は射程 100km 以上の対艦ミサイルを、12、24機ぐらい黒海沿岸に配備すればロシア黒海艦隊には脅威となり、封鎖解除の可能性がある仮に封鎖が続いたとしても、オデーサに接近するロシア艦艇を黒海に葬り去ってしまうことができるだろうと述べているよ。しかし、長距離対艦ミサイルをウクライナに供与することに前向きな国には不安を抱えているんだ。供与したミサイルでロシア艦艇が撃沈された場合、ロシアによる報復が懸念されるからな。バイデン政権はそれらへの対策を協議する必要があると思うぜ。もちろん、ウクライナに肩入れしている日本も対岸の舵と眺めている場合ではないし、政治家もしっかりと見極めてほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、百人一首についてだよ。百人一首といえば某有名映画でも出てきたよね。これは昔の人の歌を書いたやつだからみんな知っておいて損はないぜ。みんなもどんな意味なのか考えながら聞いてね。それじゃ、その百人一首の歌を現代訳に解説していくよ。まずは一番歌なんだけど、天智天皇が歌ったんだけど、秋の田の狩りほのいほのともわらみ、我が衣手は梅雨に濡れつつ、意味はね、秋の田に作った狩り小屋にいると、屋根を拭いたとまの目が荒いので、私の袖はよぎりに濡れてしまう。っていうことなんだけど解説していくね。狩りほのいよりの語調を整えたものなんだ。それって何なの？狩りほのいよりは農作業用の小屋のことだよ。万葉集にある作者不明の歌秋田カルカリー王作り我がいれば衣手寒黒雑巾にけるが元になっているとも言われているんだけど、小倉百人一首には天皇が市民の苦労をいたわった歌として選ばれているんだ。なんて優しい天皇なんだろう。やはり昔から天皇は人柄が出ているな。続きを言うね、作者は第38代天皇の天智天皇なんだけど、即位前の中野上野王子の時代に大化の改新を行い、天皇中心の中央集権国家の基礎を築いた人なんだ。そんなすごい人が歌っている歌なんだね。しかも、民のために歌ったなんて泣けてくるよ。ほんとだぜ。百人一首なんて全然知らなかったが、これを機にどんな意味で歌っているのかを考えながら見たら面白そうだな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。
2022年6月30日に、ウクライナとルーマニアの国境沖合の黒海上にあるズミーヌイ島英語名スネーク島から撤退し、善意の因としてウクライナの穀物を輸出することについて協力する姿勢を見せていたロシアが、黒海艦隊を増強しつつあってむしろ黒海封鎖を維持する構えであることを、ウクライナ軍が指摘したよ。ウクライナ軍によると、ロシア海軍は黒海艦隊に大型揚陸艦3隻を新たに配備したとされ、黒海の制海権をウクライナには渡すことなく、封鎖を継続していく構えであるとしているらしいな。ロシアの歩み寄りの言葉は信用しちゃいけないね。二国間の圧力は長引きそう。ウクライナ軍が7月1日に明らかにしたのは、ロシア海軍が黒海艦隊へ大型揚陸艦3隻を新たに配備したとの内容らしいが、その真偽は定かではないようだぜ。みたいだね。さて今回はそんなロシアが黒海の封鎖を維持する方針であるということについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア海軍が黒海艦隊を増強するために、まず考えられるのは、地中海からアドリア海を経て黒海に艦艇を入れる方法だな。でも、これはロシアによるウクライナ侵略が始まってからは、トルコがボスポラス海峡とダーダネルス海峡における軍艦の航行を禁止しているため、トルコが秘密裏に航行を許可しない限りは不可能だね。次に考えられるのが、黒海もしくはアゾフ海の造船所で揚陸艦の心臓だね。黒海におけるロシア艦隊の拠点は北東部沿岸のノボロシースクと、2014年に併合したクリミア半島にあるセバストポリの2つの軍港で、それぞれ造船所があるために揚陸艦の建造が可能ではあるな。だが、それ以外に大型揚陸艦の建造が可能な造船所がある軍港は、ウクライナ東部のペルジャーシンク、南部のムイコラーユとオデーサで、ペルジャーシンクが制圧されたのがウクライナ侵略開始後の2月28日であることから、ここでの大型揚陸艦建造はありえないとされているほか、ムイコラーユとオデーサは2022年7月4日時点でウクライナの支配下にあるぜ。そうだね。そして、黒海への大型艦艇の補充が可能なルートがもう一つあり、それはカスピ海から内陸のボルガ川を経て、河川などを利用して作られたボルガードン運河からドン川を経て黒海に入るルートがあるよ。ボルガドン運河は1952年に運用が開始された内陸の運河で、ロシア南部ボルゴグラード市クラスのアルメイスキー地区とカラチナドヌを結ぶ全長101キロの拱門式運河で、最大で88メートルある高低差を13の拱門で繋いでいるんだ。拱門式運河って何？拱門式運河とは、運河の起点と終点に大きな高低差がある場合に、運河の途中に拱門を数箇所設置し、それらの開け閉めによって拱門で仕切った船舶が浮かぶ水面の水位を調節し、次の拱門までの水位を同じにしてから一方の拱門を開いて船を航行させるもので、パナマ運河と同じ方式だよ。ボルガードン運河を通過する所要時間は船舶の大きさにより23から32時間の幅があるんだけど、最大で6000トン級の船舶が通過することができるとされ、ロシア海軍のロブチャー級揚陸艦満載排水量4080トンや、ペルジャーシク港でウクライナ軍のドローン攻撃を受けて損傷した。タピール級揚陸艦満載排水量4700トンなどの大型揚陸艦の航行が可能とされているんだ。ただし、ロシア海軍はカスピ海に小艦隊を配置しているものの、カスピ海小艦隊には大型揚陸艦が配備されておらず、カスピ海沿岸の造船所で新造されたとの可能性はあるが、この水域内で一度に3隻が建造可能であるかは明らかにされていないぜ。インターネット上などでは、ウクライナ軍が発表したところの追加配備されたロシア海軍の大型揚陸艦3隻というのが、3月24日にペルジャーシク港でウクライナ軍の攻撃を受け、破壊されたとされているタピール級大型揚陸艦サラトフと同じ攻撃で損傷を受けたとされている、ロプーチャ級大型揚陸艦セイザリクニコフとノボチェルカスクの2隻が、それぞれ修理を終えて艦隊に復帰したことを誤って伝えている可能性があるとの指摘もあるね。また、インターネット上では揚陸艦3隻が新配備、あるいは復帰したところで、黒海の封鎖に必要な種類の艦艇ではなく、もしズミーヌイ島への再上陸を計画しているとしても、艦隊防空のようであった機関モスクワを失った黒海艦隊では、ウクライナの対艦ミサイルネプチューンや西側諸国から供与されたハープーンの餌食になるだけであろうと指摘されているんだ。しかし、ロシア海軍が黒海艦隊を増強するまでもなく、ズミーヌイ島からロシア軍が撤退したとしても、ウクライナ最大の貿易港オデーサ港の周辺海域には大量の機雷が施設されているとされ、掃海しないことにはオデーサ港の利用は不可能とされているぜ。この機雷は当初ロシア軍がオデーサ港を閉鎖するために敷設したとされていたんだけど、どうやら真実はオデーサ港にロシア艦隊を近づけないためにウクライナ側が敷設したようで、どれほどの数の機雷が敷設されたかは明らかにされておらず、
機雷を掃海する能力をほとんど持たないと思われるウクライナ海軍だけではどれほどの時間を必要とするかわからないんだよね。ウクライナ側は機雷除去の際にロシア軍が攻撃しないとの確約がなければ、掃海はできないとしているな。でもロシア側は自分に責任はないとしているよね。そうだね。だからこそ現状ではウクライナの穀物輸出は他のルートに頼らざるを得ないとされているよ。また、もし掃海に成功したとしても、ロシア黒海艦隊に所属する潜水艦の存在が不気味であり、結局のところ停戦交渉が成立するか、ロシアが侵略を諦めない限りどうにもならないであろうとされているんだ。世界では食糧危機を回避するために例えば、ルーマニアとの国境地帯にある港から穀物を船積みし、トルコ海軍など第三国の海軍が護衛して、ロシア軍が手出しできないようにする方法なども提案されているんだけど、NATO 加盟国でありながらロシアとの距離も維持したいトルコは賛同しないだろうと見られているよ。しかし、7月4日にロイター通信が報じたニュースによると、トルコ政府が、ウクライナで盗んだ穀物を積んでいるとの通報に基づいて、トルコ北西部カラス港の沖合約1キロの海上に停泊していたロシアの国旗を掲げたカザフスタン船籍の貨物船に、停戦を命じ拿捕したことが伝えられているんだ。このカザフスタン船籍の貨物船はジベクジュリという船名で、カザフスタンの船主が制裁の対象になっていないロシアの民間会社に貸し出した形で、ロシア国旗を掲げていたとされ、ウクライナ政府からの依頼を受けた在ウクライナのトルコ大使が、アゾフ海に面するウクライナ南部のベルジャンスク港において、同船にロシアがウクライナより盗んだ穀物約4500トンが積み込まれ、カラスに向かっているとして、トルコ本国に通報し拿捕を要請していたよ。この話を語ったトルコ政府の高官によれば、船に積まれている穀物がどこに帰属しているものであるかの記載は発見されていないとして、この先ロシア側とも連絡を取って調査を進める方針であることを明らかにしたとされているんだ。ベルジャンスク港がロシア軍に占拠されて以来、ウクライナ南部のエルソンやザポロジエなどにあるウクライナの穀物貯蔵庫からロシア側が穀物を盗み出しており、それを船積みしてベルジャンスク港から運び出して他国に売り渡しているとの報道が相次ぎ、ウクライナ政府では、侵略を受けて以来ロシア側が、ウクライナの穀物貯蔵庫から不法に持ち出した穀類は少なくとも40万トン以上に上ると推測されているぜ。ひどいね。ロシアの非道行為に対して世界から非難が集中しているのも無理はないよ。今回トルコがロシアの貨物船を拿捕したことで、フィンランドとスウェーデンの NATO 問題に決着を見たトルコが、ウクライナの穀物輸出再開のために動き出したとする見方が出ていて、国会での安全な航路設置に向けて、国連やロシア、ウクライナとの協議を進める中心的存在となることが期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の都市伝説の時間だよ。待ってました。今日の都市伝説は、ディズニーランドについてだよ。ディズニーランドも結構都市伝説が存在するよね。雑学の時よりも生き生きしてるじゃねえか。だって得意分野だからね。今日はたくさんある中のうちの一つ東京ディズニーランドの地下について話していこうかな。というかディズニーランドに地下なんてものがあったのか？あるよ。ジュースなどの物資を運ぶための地下通路が何本も通っているんだ。それが都市伝説なのか？違うよ。東京ディズニーランドの地下に秘密の会員制のクラブがあるという都市伝説なんだ。なんだそれは。それじゃ解説していくよ。正確には会員制レストランらしいんだ。アメリカディズニーランドやマジックキングダムに存在する巨大な地下管理施設群と混同されたものだと思われるんだ。東京ディズニーランドの実際は、来場者用の出入り口が一つなのを利用したパークの外周にある地上の業務用道路と組み合わされ、周囲に業務用道路が接続できない島状の建物が多い区域を中心に地下に業務用通路が3本作られているんだ。ゲストは基本的に立ち入ることはできず、ゲストの移動や商品食材等の搬入搬出、オンステージを通すと周囲がパニックになり、安全確保が難しい VIP やテレビクルーなどの移動に使われている。ディズニーランドそんな地下があったなんて知らなかったよ。しかもその地下に秘密のレストランがあるなんて誰も絶対知らないだろうね。そのレストランがあるのかさえ謎なんだ。だから都市伝説なんだね。そういうことだよ。最後のいいところで出てくるんだな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。